東京ディズニーリゾートイクスピアリイクスピアリは千葉県浦安市舞浜の東京ディズニーリゾート内にあるショッピングモール2000年7月開業 TDR の正式な構成施設の一つであるがディズニーのライセンスによるディズニーブランドではなくオリエンタルランドが独自に企画所有し同社市会社の株式会社イクスピアリが経営運営するキャッチフレーズは 物語とエンターテインメントに溢れる街。計画当初、ディズニー側は、この施設についても、ディズニーブランドでの開発を希望していたが、アルクの方針により、ディズニーブランドを使用しない施設としての運営を、ディズニーも了承した。このため、XP アリ内には原則として、ディズニーのキャラクターは登場せず、キャストは、ディズニー関連のキャラクターグッズアクセサリーを身につける、 ことが禁止されているなど、非ディズニーエリアである。ただし、ディズニーストア、東京ディズニーリゾート店、シネマエクスピアリはその限りでない。それでも TDR の正式な構成施設であり、エクスピアリのロゴにも AT 東京ディズニーリゾートの一文がある。エクスピアリという言葉は、体験を意味する英語エクスペリエンスとペルシア神話に登場する。 優しくよなる妖精ピアリから作られた造語である。毎年元日シニア0時に日本で一番早いと称する福袋を販売する。チビール、ハーベストムーンを上造販売している。施設全体の営業時間は10時から23時であるが店舗ごとの営業時間は店舗により異なる。東日本大震災の影響で二千十一年三月十一日、同年四月十二日までは、 全館休業や短縮営業を行っていた。新型コロナウイルスの影響により2020年2月29日より休業。前浜マーメイドシカは同年3月16日から診療再開、正常 EC、メディプラスは同年4月13日より営業再開する。一部休業店舗があるものの同年6月1日より営業時間を短縮し全館再開となった。 2021年5月現在の営業時間は10時20時である。施設内はそれぞれのテーマに合わせた以下の9つのゾーンに分かれる。エクスピアリにはラジオのサテライトスタジオ、スタジオエクスピアリがある。主にベイフムが使用していたが別の用途に使用されたこともあった。2019年3月をもって閉鎖していて、エクスピアリのサイトのガイドマップからも削除されている。 ありがとうございます。